五房駅は、和歌山県五房市湯の川町小松原にある、西日本旅客鉄道、奇襲鉄道の駅である。JR 西日本の紀勢本線と、奇襲鉄道の奇襲鉄道線が乗り入れる共同使用駅であり、JR 西日本の管轄駅である。なお、紀勢本線の当駅を含む区間には、木の国線の愛称が制定されている。また、 紀州鉄道線については当駅が起点である。五房市の代表駅であり、JR 西日本の特急、黒潮を含むすべての定期列車が停車し、当駅を四終儀とする列車も多い、規制本線の主要駅である。なお、紀州鉄道紀五房駅付近にある五房市の中心部から離れた旧湯川村駅に所在している。 JR 五貿駅の事務官高度は62万2077である。ホーム0番乗り場の奇襲鉄道2面4線の地上駅になっている。単式と島式混合の2面3線を有する構造だが、駅舎に接する単式ホームに切り欠きの0番乗り場がある。0番乗り場を奇襲鉄道が、それ以外を JR が使用する。駅舎は年に竣工したもので。 延べ床面積約440平方メートルの鉄骨造り平屋建てである。JR 西日本直営駅で駅長が配置されており、管理駅として、規制本線の切り目駅初島駅間の各駅を管轄している。駅レンタカー業務も行っている。以前はレンタサイクル業務を行っていたが、2015年、現在は行っていない。マルス端末設置駅。 緑の窓口、自動券売機、IC カード専用簡易改札機が設置されているが、自動改札機は非設置であるほか、奇襲鉄道の乗車券は自動券売機では発売していない。また、2012年2月24日より緑の券売機が設置されている。子供110番の駅にも指定されている。1番乗り場が下り本線、2番乗り場が抽選。 3番乗り場が上り、本線となっている。日中は1番乗り場に、和歌山、新大阪方面行き特急、2番乗り場に、和歌山方面行き普通、3番乗り場に、木板鍋方面行き特急及び普通が停車し、2.3番乗り場で同一平面上での普通列車同士の乗り換えが可能である。当駅始発の和歌山方面行きは、原則2番乗り場であるが、 一部一番乗り場から発車する列車もある。また、毎日朝の和歌山方面、土曜休日ダイヤでの夜20時発の木ト鍋方面については、当駅で特急に追い抜かれる列車も設定されている。夜間大白設定駅である。当駅は五房市街の北端に位置し、市街はこの駅から南側に広がっている。数ズ方面に路線を伸ばすため、 市街地から離れた中途半端な位置になってしまったと言われている。五房の市街の中枢部には、奇襲鉄道が走り、キー五房駅や市役所前駅が置かれている。駅の裏手には亀山がある。和歌山県統計年間及び統計五房によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。